空だ。長く苦しかったコロナのトンネルもようやく出口の光が見えてきました。今年は今までと同じように賑やかに行事ができそうでちょっとほっとしています。早速5月5日子どもの日にはいつものわらべ島唄大会賑やかに行われました。この素晴らしい奄美の伝統文化をつないでいく、伝えていく未来の主役たち、ね、次の世代、次の時代を作っていく子どもたちの頼もしく、そして可愛らしい歌声に本当に癒されました。今年は奄美群島日本復帰70周年の年にあたります。そして秋には国体も行われます。この奄美ではお相撲の大会がありますね。それからいろんな行事も、ね、復活してきましたし、島村々のさまざまな集落の伝統行事もまた行われるようになってきました。ようやく奄美が奄美らしくなってきました。奄美パークはこれを受けてさらにパワーアップして地域の素晴らしい文化の情報発信に努めていきたいと思います。一村さんの絵も将来の世界に向かって勝負できるように研究、そしてさまざまな収集とかですね、分析とかを続けているところです。パークの伝統、民族、文化、そして一村さんの芸術、すべて合わせた奄美の素晴らしい文化、この奄美パークでお楽しみいただければと思います。お待ちしています。